なんですか？なんで笑ったんですか？私が時坂さんの足の間で気持ちいいとか言っていたのを聞いて、変なことを想像していたのでは。失礼です。全然エッチじゃありません。それは時坂さんがそういう顔をしているからです。嘘です。そんなにしてません。私は何度も時坂さんのお家に行ってます。なのに自分の部屋には来てほしくないなんて、そんな失礼なことは言いませんよ。私は今きっとそのくらいには時坂さんを信頼しているんだと思います。そしてそういうことを言われると、その信頼に報いたくなる性格というのも知ってます。だからもう私がこう言った時点で私を裏切らないことは確定です。がんじがらめですよ。時坂さん、ありがとうございます。そうじゃなくて、いろいろです。一緒にピアノを弾いてくれました。一緒にゲームをしてくれました。一緒にご飯を食べてくれました。だからありがとう。はい、そんなことです。そんなことでもありがとうなんです。時坂さんと同じもので大丈夫です。
というわけじゃないですよ。だってほら、今から会う人なんて時坂さんしかいないのに、髪型を気にしてたらそう取られるかと思いました。あくまで身だしなみとしてですよ。女の子以前に社会生活を送る上でそれなりに大切かと。そういうものです。はい、もちろんです。すごく美味しいですよ。でも、なんで急にそんなことを？大丈夫です。むしろ、ちょっと懐かしい味がするくらいです。この前もたくさん食べてくれたし、ちょっと多めにって思って。あれ？でもピアノが聞こえてこないし、今日はこっちにいるの？あ、そうなんだ。残念だな。